スティーブン・ジェームズ・アイルランドは、アイルランド共和国、コーク出身のサッカー選手、アイルランド代表。ポジションは、攻撃的ミッドフィルダー。コーブ・ランブラーズ FC でキャリアを開始し、2001年に、マンチェスター・シティ FC に入団する。2005年9月にプロデビューしてから、すぐさま地位を確立すると、そのパフォーマンスで、 アイルランド代表への扉が開けたが、スティーブ・ストーントン監督によって、突然の終わりを迎えた。2010年9月に、ジェームズ・ミルナーとのトレードで、アストンビラ FC に加入するも、制裁を書いており、期限付き移籍をした、ニューカッスル・ユナイテッド FC でも2試合の出場だった。2011から12シーズンになると、ファンによるシーズン最優秀選手に選出されているが、 ポール・ランバート監督就任に伴って構想外となり、2014年1月に完全移籍をする前の2013年9月に、期限付き移籍でストークシティ FC へ参加した。初期少年時代のヒーローがエリック・カントナであり、フォワードを務めていたアイルランドは、父親のマイケルが過去に所属していた後ブ・ランブラーズ、FC の株組織でキャリアを開始し、 いくつかのクラブでの入団テストを受けた末、2001年8月に15歳で、マンチェスターシティ FC の下部組織に入団した。マンチェスターシティシティの下部組織で、マイケル・ジョンソン、マイカ・リジャーズ、ダニエル・スタリッジらと共に育成され、2005年に18歳で、トップチームへの昇格を果たすと、シーズン前の親善試合で数試合プレイし、 9月18日のボルトンワンダラーズ FC 戦で81分から初出場を飾りシュートを放った。その後、21日のドンカスター・ローバーズ FC 戦で公式戦初先発し、プレミアリーグ初先発となった10月2日のエバートン FC 戦では同試合の最優秀選手に選出され、以後6試合で先発した結果として、 契約を2009年まで延長することに成功した。デビューシーズンながらも最終的に公式戦で先発16試合、途中出場12試合でプレーし、全体の約半分に出場した。2006年12月26日に敵地ブラモールレーンでのシェフィールドユナイテッド FC 戦で20ヤードの距離から左足のボレーシュートによって、 プレミアリーグ初得点にして決勝点を挙げる。シティでの2得点目は2007年1月17日に2万5千人の観客が集まったシティオブマンチェスタースタジアムで行われた FA カップ3回戦のシェフィールドウェンズで FC 戦であり、ジョーイバートンのペナルティエリアへの侵入からパスをもらって先制点を挙げている。マンチェスターシティ FC でのアイルランド二月十八日に FA カップ5回戦の敵地でのプレストンノースエンド FC 戦でペナルティエリア外からボレーシュートを決めた。2007から08シーズンは9月20日に契約を2012年6月まで延長すると、シティで順調に進んでおり、11月5日のサンダーランド AFC 戦ではボレーシュートによる決勝点を挙げた。しかし、 ゴールパフォーマンスの際にズボンを下げて、スーパーマンのロゴが入ったパンツを見せたことが物議を、かもし、イングランドサッカー協会から警告された。11月24日のレディング FC 戦で、試合終了間際の決勝点を挙げ、同シーズンの本拠地での勝率10割を維持することに、一役買った。それから2週間後のトッテナムホットスパー FC 戦では、試合残り10分に、リサ解釈へ、 両足の危険なタックルを行ったことで、レッドカードによる退場処分となり、それが敗戦につながったが、2008年3月16日の本拠地でのトッテナム戦では同点を挙げて、勝利に貢献している。4月26日のフラム FC 戦では、ペナルティエリア外の左側からケイシー・ケラーの頭上を、コスワン曲したシュートを放って、右上隅に決め、 リーグ通算4得点でシーズンを終了した。2008から09シーズンは開幕戦こそ途中、出場だったが、次のウエストハムユナイテッド FC 戦で、先発復帰し、エラーのブルメルの2得点をクロスデニアシストする活躍を見せると、8月31日のサンダーランド戦でシーズン初得点、リバプール FC 戦と、 入荷するユナイテッド FC 戦で2試合連続得点を挙げた。11月16日のハルシティ AFC 戦で2得点を挙げたのを皮切りに、アーセナル FC 戦、UEFA カップ2008から09でのシャルケ04、戦と3試合連続で得点を重ね、エバートン戦を最後に公式戦、合計13得点を記録した。この活躍の結果、5月20日に、 クラブの年間最優秀選手に選出され、28日には契約を5年延長し、さらにグレーターマンチェスターの最優秀選手に選出される充実したものだった。翌2009から10シーズンは、ブラックバンド・オーバーズ FC との開幕戦で早速、得点を上げる素晴らしいスタートを切り、昨季同様の成功を繰り返すかと思われたが、2009年12月に、 マーク・ヒューズ監督からロベルト・マンチーニ監督に交代すると、ナイジェル・デ・ヨング、バンサン・コンパニー、パトリック・ビエラといった実力者たちが次々と加入した影響によって、シーズン後半は控えに回ることが大半となり、同シーズンはマンチーニ監督就任以前に挙げた3得点にとどまった。アイルランドを控えに置くことを決定した党のマンチーニ監督からは彼が 将来のことをどう考えているかはわからないが、考えを改めて素晴らしい選手だと示すことができれば、昨季のように再び輝くだろうと言われた。しかし、最終的には、長年過ごしたシティを対談することになり、その際に自分が人一倍熱心に練習に取り組んでいることは、周知の事実であり、フィジカルテストでも常にトップクラスだった。その一方で、 成り物入りで加入してきた選手たちの態度は、傲岸不遜だった。今、シティにいる選手たちの頭には、忠誠心なんてものは、もう存在していないんだろうねと吐き捨てた。アストンビラ2010から11シーズン開始時に、ジェームズ・ミルナーとのトレードで、アストンビラ FC へ期限付き移籍することが計画され、アイルランド本人も同意していたが、200万ポンドの ロイヤルティを要求したことで交渉が遅延となる。最終的に8月19日にトレード要因として実質遺跡金800万ポンドでアストンビラと4年契約を締結することで決着が月24歳の誕生日を迎えた8月22日の敵地での入荷する戦で初出場を飾った。しかしアストンビラでは制裁を欠いたプレーに終始していたことで ジェラール・ウリエ監督から、守備をしない。走って戻らない。あまりにも多くボールを失うと失望され、11月にデイリー・ミラーが掲載した、最も期待外れの選手10人に名を連ねると、うまくいっておらず、12月になると、セルティック FC への期限付き遺跡の話が持ち上がり、17日には1月の遺跡市場で対談したい旨を、ウリエ監督に伝えた。 遺跡史上最終日の2011年1月31日に、ニューカッスルユナイテッド FC と完全遺跡のオプション付きで2010から11シーズン終了までの期限付き遺跡をすることが決定する。しかし、ニューカッスルでは加入時に負傷していたことで、デビューが遅れる中、試合前夜に同僚のレオンベストと共にナイトクラブに繰り出す問題行動を起こして謝罪していた。 4月29日のマンチェスターユナイテッド FC 戦で65分から、待望の初出場を飾った際に、ファンから歓迎を受けるも、リーグ戦2試合、出場時間49分プレーした後に負傷したために離脱することとなり、アストンビラへ早期に返却された。2011から12シーズンは退団した、アシュリー・ヤングの背番号7を継承し、開幕にあたって、 アレックス・マクリーシュ監督が新就任したことで、新規一転して定位置ダッシュを宣言した。不調なチームにあって、ファンによる年間最優秀選手に選出されるほどの活躍を見せる中、12月21日のアーセナル戦で、負傷交代した際に、彼は本当によくやっているとマクリーシュ監督に、称賛された翌日に、水タバコを加えた写真が、アイルランドのパートナーによって、 ツイッター上にアップロードされる問題が発生し、マクリー氏監督から彼はもっと真剣にならなくならないと呆れられた。その騒動から約1週間後の12月31日のチェルシー FC 戦では、ビラでの初得点を挙げると、フランクラン・パードの横パスを奪ってからゴール前まで運んで、ダレンベントの得点を支援し、同試合の最優秀選手に選出される活躍を見せた。 続く2012から13シーズンも順調だったものの、ベントの得点を支援した9月22日の敵地でのサウサンプトン FC 戦で手首を骨折してしまい、数週間離脱することがポール・ランバート監督によって明かされた。最先良いスタートだったにもかかわらず、負傷復帰後は定期的な出場機会を確保することができず、2013年1月22日が、 同シーズンのビラでの最後の試合となる。シーズン終了後には、対談濃厚になり、リザーブチームで練習をしていた。ストークシティ2013年9月2日、過去に支持した、ヒューズ監督率いるストークシティ FC に2013から14、シーズン終了までの期限付き遺跡が決定し、自分のキャリアを、 再び確立するための機会を与えてくれた監督に感謝したいと再起を語ったアイルランドは9月14日に長年在籍していたフルスのマンチェスターシティ戦で初出場を飾り9月25日のフットボールリーグカップでのトレンメアローバーズ FC 戦で公式戦初得点11月9日のスウォンジーシティ FC 戦でリーグ戦初得点を挙げた ストークで公式戦16試合3試合と定位置確保に成功したため2014年1月14日に完全移籍を果たしその後も活躍を続けた結果として4月15日に契約を3年延長したアイルランド代表としては年代別代表の U-15、U-16、U-17 でプレーしていったが U-18 代表時代に ブライアンカー監督からスタンドで観戦するように指示されたことで言い,い争いに発展した。当の試合は0から4で敗北したため、カー監督は次の試合でアイルランドの起用を示唆していたが、再度除外されたことでクラブチームに戻ることを要求し、カー監督が指導している間は代表でプレーするつもりはないと憤慨した。年月、A 代表も務めていたカー監督から、 スティーブ・ストーントン監督が就任すると、就任第一試合目のスウェーデン戦に向けて、A 代表に初招集され、3月の同試合で、ジョン・オシェイに代わって、後半から初出場を飾る。10月7日の UEFA ユーロ2008予選での、キプロス戦で、初得点。2007年2月7日のサンマリノ戦では、アディショナルタイムに決勝点を挙げて、チームを救い、 3月24日のエールズ戦で本拠地クロークパークでの初得点を挙げている。このわずか4試合で3得点を記録する高い得点力を見せつけ、9月8日のテヘルネポレでのスロバキア戦でも得点を挙げた。論争2007年9月にアイルランドは論争の中心にいた。12日のチェコ戦前に祖母が亡くなったとストーオン・トン監督に報告して代表チームを離脱する。 ことを許可されると、教会が用意したプライベートジェットで代表チームを離脱したが、後にメディアの取材によって祖母が存命していることが判明。その際に亡くなったのは父方の祖母であると釈明したが、これについても虚偽であると判明する。すると、今度は祖父は一度離婚をしており、亡くなったのは二番目の妻だったと話を変更したが、またしても虚偽であった。説明を。 二点三点させた後、最終的に流産した彼女に付き添うために、代表チームを離脱したと真実を語り、両方の祖母に謝罪した。チームとしては、チェコ戦に敗れたことで、予選突破は不可能となり、ストーオン・トン監督に厳しく批判されている。事態2008年12月、2009年2月11日の、ジョージア戦へ向けた招集リストの発表が迫り代表。 復帰を示唆していたが、1月19日の召集リストには、なお連ねずこれに対して、リアム・ブレディアシスタントコーチは、実際にジョバンニ、序盤にトラパットーニ監督と共に彼と会談したが、準備ができたと感じたら我々に連絡してくれと、伝えたと報道機関に説明した。その後、しばらくしても動きがなかったことで、 以前の代表合宿において同僚が植毛した髪の毛を抜こうと悪ふざけが原因と報じられているが、アイルランド本人が否定している。2月19日には、2010FIFA ワールドカップのために代表に復帰することをクラブでの同僚を正義分にほのめかしていると報じられ、復帰間近と思われていたが、3月28日の イタリア戦と4月1日のブルガリア戦へ向けた召集リストに再び名前はなく、トラッパ島に監督は数ヶ月前に会談した際、復帰に対して消極的に移ったと説明した。実際、アイルランドはインタビューで復帰することはないと語っており、2010年8月に再度拒否した。2012年3月30日になると UEFA ユーロ2012終了後に、 代表復帰することを示唆していたが、2014年5月に、トルコ、イタリア、コスタリカ、ポルトガルとの親善試合へ向けて、マーティン・オニール新監督が連絡を試みるも、失敗に終わった。結婚して3人の子供を授かっており、チェシャー州、プレストベリーに今日構える。天使の羽の入れ墨を背中に入れている。ありがとうございます。